鈴木遥香、17歳、千葉県出身です。お姉ちゃんの影響でセーラームーンにハマって、そのセーラームーンの実写版でよくダンスを真似して踊ったりは結構ちっちゃい頃からしてて、アイドルさんにハマったのは AKB48 さんが一番最初にハマって、その中でも大島優子さんがもう私はもう虜になってしまって、そこからずっともうアイドルって素敵だなって思ってました。ずっとアイドルに憧れてたんですけど、なんかお母さんにアイドルになりたいっていうのがすごい恥ずかしくて、でもそのちょうど思った時期にお父さんからなんか ラストアイドルみたいなやってるよみたいな、挑戦者の締め切り5分前だったんですよ。5分前だったらもうノリでやっちゃおうって言えるんじゃないかと思って、お母さんにこれやりたいって言って、そんなのやってるんだ、受ければみたいな感じで、お母さん多分その時は乗り気でだと思います。オーディション自体これが本当に初めてなんですけど、アイドルが好きなのはどれにも負けないので今回は頑張ります。挑戦者鈴木遥香、初めてのオーディションでもあるし、テレビに出させていただくことなんて本当になかったので、楽しもうっていう気持ちで私は行きました。大丈夫だよね。でも私よりもお母さんが電車の中でずっと緊張してて、もううるさいよってぐらい、ね、確認したみたいな、 誰に挑戦するか分かってるとかもうずっと言ってきました。なんか一周回って私が落ち着いていられました。その時は見たことない景色がたくさん並べたし、カメラがあんなにたくさんあることなんて本当に初めてだったので、やばい場所に来てしまったっていう、もう一気にその時に緊張はしました。アイドルになる夢を、チャンスをせっかくいただいたので、このチャンスを逃したくはありません。もう心の中はバックバックでした。勝者、賞金者、鈴木遥香、メンバーの椅子を奪い取りました。もう何が起こったか分かんなくて、とりあえずお母さん見ようと思って、お母さんと目を、お母さんの方見たら、もうお母さんの方がやばい顔してて、みたいな、もう死ぬんじゃないかなみたいな感じの顔してて、あ、これは本当に受かっちゃったんだっていう、そこで一気に結果を身にしみました。今はすごいほっとしてるというか、すごい嬉しいです。2人ぐらいには行ってたんですけど、クラスメートとかには行ってなくて、でデビューが決まった瞬間にもう誰にも言われなかったんですよ。だから、あ、みんな番組見てないんだなとか、ツイッターやってないんだなと思って過ごしてて、でそのデビューのバンドワゴンの曲が発売された時に、あの学校の給食の放送でバンドワゴンが流れちゃったんですよ。流れた瞬間に36人ですけど、35人が一緒にパッって私の方を見て、終わったって思いました。恥ずかしすぎるみたいな、もう給食の箸も何にも進まず、もうそのもう一口で終わりました。その日は試練がたくさんあるので、なんか辛いなって思う瞬間は本当に多いんですけど、でもなんかそれよりも衣装を作っていただけることとか、なんか MV とかテレビに出させていただくこととか、そういうことはすごい普通にアイドルやっててもできない経験の方がラストアイドルは大きいので、本当にすごいことをさせていただいてるなって思うし、自分のファンの方がいるっていうことがもうそれ何より嬉しくて、ファンの方に会える瞬間がやっぱり一番アイドルだってなります。ダンスですね、青春トレインのダンスがやっぱり残ってますね。成長できるし、なんかやりがいのあった企画だったなって思います。ステップ8 1 2 3
茜さんはすごいなんか叱ってくれる時はすごい叱ってくれるし、プロとしての意識がかなり低いので、与えられてるものばっかりやるんじゃダメ。でも普段は褒めて伸ばしてくれる方なので、そのダンスって面よりもなんかアイドルに対してとか本当の基礎のなんか厳しさを茜さんは教えてくださったので、青春トレインで一気にメンバー内のなんか団結力とか、なんかプロ意識が上がったなって思いました。その時は本当に辛いことばかりで、なんかちょうど落ち込んでいた時期にセンターですってことを言っていただいたので、すごい一気に花の道が開いたというか、嬉しいなって思って、実際にパフォーマンスの時になんかセンターがやっぱり間違えたりとか、センターがうまくいかないとなんか全体のパフォーマンスが落ちてしまうんだなってことを身に染みて感じたので、やっぱりセンターっていう立ち位置はなんか重要なものだし、自分だけしかできないパフォーマンスをしっかりそのセンターとして務めたいなって思いました。たくさん料理をしました。得意料理は卵焼きですね。綺麗に巻けるんです。巻けるんです。焦げたくないので、いかに黄色い部分をうまく残せるかのいつも自分との戦いで、卵焼きを失敗した日は本当に一日気分乗らなくて、まあ、失敗しちゃったしみたいな感じで、だから朝に作っちゃいけないものだなと思います。もみやまひめりちゃんと安田愛理ちゃんです。愛理ちゃん家にお泊まりさせていただいたことがあって、で愛理ちゃんと同じベッドで寝たんですけど、なんか寝る前の時になんかすごいやっぱり急に可愛い感じになって、あれ私のこと年上だったからみたいな思う瞬間がたくさんあって、普段は愛理ちゃん今自分時間だよみたいな感じで私が言ったりもするんですけど、相談をすると絶対に的確な答えを出してくれるし、やっぱり本当にお姉ちゃんだなって感じることは多いので、メンバーとしてもそうですけど、なんか人としてすごいなんか尊敬できるメンバーだなと思います。今日春がいなくてつまんなかったって LINE が来たりするんですよ。年上なのになんかこういう年下の自分になんか甘えたりとか、こういうこと言ってくれるのがすごい嬉しいなと思って、たくさんのアイドルのダンスを完コピーすることです。覚えたのを森山ひめりちゃんと一緒に踊ったりしてます。たまに TikTok に上げたりとかはするんですけど、でも本当にどこに誰に見せるわけではなく自己満で覚えてます黒マットに挑戦してみたいです。なんかバク転とか手こぎとしてできるようになったら、なんかライブパフォーマンスとかに取り入れたらすごいかっこいいんだろうなって思うので、挑戦してみたいなって思います。自分がアイドルに入る前となんか今
が思う夢が全然違くて、ダンスと歌はやっぱりもちろんできるけど、なんかこのシルエットだけを見て、遠くから見て顔は分かんないけど、なんかこの踊り方ははるかちゃんだよねとか、自分だけのものを出せるようになりたいなって思います。